ヒレス、味方を探している、ファールを取られました。さあ面白い位置でフリーキック、アーセナルチャンスになります。狙ってきた、手で弾いた、軽すぎました、チェックされていました。おっと、こういうところで早く止めた方がいいですよね。さあシュート、危ない、いやーキーパーナイスプレーでしたね。そうですね、キーパー良かったですね。ここは何としてでも決めたいところですね。そうですね、来たか、ゴール、これは防ぎきれなかった。どうしたんでしょうかね、こういったプレーはちょっと注意してほしいですよね。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですがいかがでしょう。そうですね、でも今のは足に当たっていなかったら、キープしています。ここからの組み立てが大事です。ヒレス、端からチャンスを作る、ボールは正面へ、またチャンスだ、ボールも上げてきた、ヘッド、あっと入りません。アーセナル、クロスから頭で合わせました。そうですね、あと少し。そしてリュンベリ、セスク、ヒレス、うん、仕掛けてきた、これ仕掛けましたよ。おっとすごい、打ってきた、キーパーナイスプレーでここはしのぎます。キーパーいい動きでしたね。どこへ出してくるか、さあこれは入ってきた、キーパーを防いでいる、今度はどうだ、パンチング、中央から上がっていきます。さあ上げるか、細かいボールの奪い合い、おっと抜けてきた、ここは落ち着いていきたい、狙って、あっと来たか、ここまで持ってきたんですが残念でしたね。惜しかったですね。スペースへ出す、出ましたね、コーナーです、誰に行きますかね。そうですね、近くに入れてきた、流し込んだ、これを決めた、ゴール、アンリーリガルース、同点ゴールを与えてしまった。決めたのはティエリ・アンリー、まさにキングオブクール。攻撃の形はベルカンプ、繋いでイレス、セスク、競り合った、浮かせてきた、リュンベリ、アン、横へ持っていく、大事なところ、直接狙った、あー入った、ゴール、素晴らしいゴールですね。2点目、後半まだ始まったところ、リガルース、相手の勢いを止めることができません。アンリ、素晴らしいプレーでゴールネットを揺らしました。場内が大歓声に包まれます。今日は手の取り合いになりましたね。縦に、あっといいですね、おっといいボール出ました、また打ってきた、右サイドからのコーナーキックになります。ここは何としてでも決めたいところですね。そうですね、誰に合わせるのか、おっと倒された、 PK です、ここで PK、 カードが出ました、警告です。今のファール、もう一度ご覧ください。いいディフェンスはしましたけどね、まあそこまでじゃないかなと思うんですけどもね。これが生まれた、頭で行く、大きく横へ運んでいきます。さあ来た、さあ競っていく、さあシュートだ、ヒレス、右にさばいて、アンリ、さあ競っていく、来た、なっと助かりました。ですが北澤さん、今の攻撃なんですが、今相当長い距離を走ってきたんですよ。ここでカット、ここはアンリ、スペースへ出す、うん、追加点のチャンスだ、
さあここまで上がってきました。行きますね。ゴール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 。アーセナル、ここでさらに追加点。アンリ、ハットトリック。いやー本当絶対。スペースへ出す。カウンターになるか。これ危ないですよ。チャンスになる。さあいけるか。ゴール正面。この判定に猛抗議を見せていますが、これは PK の判定。さあ今のファール、リプレイです。うん、ファールギリギリのプレーにも見えますけどもね。さあこれは外せません。うーん、難なくこの PK 決めました。確実に決めます。ルイス・ガルシア冷静に押し込んでいます。後半の30分を過ぎています。あっとホイッスルがありました。この位置から蹴るのはディレス。なんと言いますか、ファールの多い試合になってしまいましたね。全くですね。まあしょうがないっちゃしょうがないんですけどね。際どいボール。しかしすっごいシュートでしたね。いいシュートでした。ディレス、後ろからのマーク。さあ競っていく。ミドルレンジから狙った。あっと惜しい。うわー惜しい。悪くないですよ。でもここは狙ってきました。縦にボールが出て、セットプレーからの攻撃でしたが、これは防がれました。カウンターチャンス。これはファールの判定。直接狙う。キーパーしのいだ。しかしいいコースのシュートでしたね。そうですね、キーパー良かったですね。コーナーキックになります。大きく合わせてきた。しかしすごいシュートでしたよね。意地を見せるか。一瞬のクリア。スペースに出した。左サイド。あっとここで終了の笛です。アーセナル逆転ゴールで試合を決めました。